小銃に取り付けられている最新スコープ。命中精度を飛躍的に高めるとして配備されていました。隊員は危機が迫った場合、迷わず射撃できるよう徹底して訓練を続けていました。演習場では至近距離の的をさまざまな姿勢で撃つ応用射撃の訓練も行われていました。ガスマスクをつけ、化学剤による攻撃を想定して射撃します。市街地での戦闘訓練と同じ間合い、的は 5,6 メートル先に置かれています。壁から半身を乗り出したり、しゃがんだり、どのような姿勢からも射撃ができるよう求められます。陸上自衛隊は海外派遣の任務にあたる隊員を守るためにも、こうした正確な射撃能力が必要だと説明しています。多くの隊員はこれまでの訓練で敵の顔を意識したことはほとんどなかったといいます。